その世界には一つの伝説があった。願いが叶う星のかけらかは。それはただのおとぎ話のはずだった。あの日、世界の中心に忽然と光の神殿が出現するまでは、世界は今大きく揺れ動こうとしていた。私たちはもうただ旅を共にしただけの間柄ではない。だな。